激白、鎌田さん、ラチオ遺跡の経緯は、だった。遺跡先を二つに絞っていた鎌田だったが、ミランが破談になった後、もう一つのクラブのオファーには、ある条件がついていたことだけが気になっていた。ファイナンシャルフェアプレイ制度に抵触する恐れがあるから、君を獲得するにあたってはまず、人員を整理する必要がある。結局、このクラブはいつまでも人員整理をせず、遺跡は実現しなかった。そんな折だった。これまでも興味を示してくれていた、ラツヨからの正式なオファーが届いたのは、同時に、長谷部がこう言っていたのも分かった気がした。それならラツヨが以前、最後の決断は長谷部の言葉に左右されたわけでは決してないのだが、ついも甘いも知る先輩は、その場での本質を見抜いていたのかもしれない。鎌田はぶっちゃけるから、インタビュー面白い W マジで、長谷部が近くにいてよかったよな。鎌田ですらメンタル折れそうになるって相当、今回の遺跡期間、きつかったのか鎌田は、遺跡前も、遺跡後もしっかり盛り上げてくれるミラン。悪さ、ドルト、ベンフィカからオファー来てたら余裕、超えちゃうのもわかる。39歳になっても、ピッチ内外で貢献する、長谷部も遺跡で苦しんだ、時期あったから、鎌田の気持ちわかって、あげれたんだろうな、待たされてた。クラブが悪さだったら、ラチオに決まってよかった。ビッグクラブはいろいろしがらみ、ありそうだし、ラチオはいい遺跡だと思う。鎌田ってなんだかんだ言って、長谷部のこと好きだよな。そもそもなんだかんだ条件、付けられて、先延ばしにされてる時点で、そこまで、大事に考えられてないからな W。うるさ鎌田も見てみたかったな。代理人は首にして、長谷部を採用してくれ長谷部おじさん。他人のメンタルまで整えてしまう。